大阪府立村の高等支援学校は大阪府平方市村や西町にある特別支援学校。高等部を単独で設置する知的障害のある生徒を対象とした特別支援学校。通常の高等学校に近い内容で就労を通した自立を目標として教育を行っている。平方市立村野中学校の跡地に2015年4月、 大阪府立平方支援学校と同時に開校した。同じ敷地にある平方支援学校とは異なり、入学者選抜を実施している。また、スクールバス、学校給食はなく、生徒は公共交通機関などで自主通学、昼食は弁当など各自で用意する。また、村の高等支援学校の生徒が平方支援学校のスクールバスを利用することはできない。 学区は大阪府全域にまたがるが、寄宿舎は設置していない。健常者と一緒に学習できる、共生推進教室が大阪府立足間高等学校と大阪府立緑風館高等学校に設置されている。共生推進教室の生徒の学籍は村の高等支援学校在籍となるが、連携先の各高校に通学して、高校で健常者と一緒に授業などを受ける。 また、共生推進教室の生徒への指導は、通学先の高校と村の高等支援学校の教職員が連携して担当することになる。なお、平方支援学校と併設しているため、クラス教室は変わらないが、グラウンドや体育館などは、平方支援学校と共有して使う。京阪片の線、村の駅南へ300メートル。ありがとうございます。